皆さんこんにちは、シューチャンネルです。撮影日が5月1日ということで、昨日伊豆急3000系がデビューしました。本当は昨日撮影したかったんですが、別の撮影とかずってしまったので、伊豆急の撮影を今日に持ってきました。今回の目玉の車両3000系は、元房総半島で活躍していた209系です。その209系はどんな仮装でデビューしたのか気になりますよね。今撮影してる真後ろに3000系がいますので、振り向いてみましょう。あれが伊豆急3000系です。ちょうど車庫から出庫してきたみたいなので、そろそろ本線に入線する感じですかね。それでは伊豆急3000系が本線に入線してくるのを待ちましょう。ホームをよく見たら、伊豆急3000系専用乗車位置ステッカーがあるんですよ。数分後、3000系が入線。房総半島時代の209系と一緒ですね。18000系と記念撮影。それでは車内に入ってみます。ドアのところどころにラッピングがされてます。それで車内で一番印象に残ったのはこちらです。今に至る209系の歴史が画像で掲示されています。左から1993年に学生、2009年に房総半島に転属、2021年に伊豆急行上等、2022年に営業デビュー。伊豆急行線の路線図も。デビュー初日は伊豆高原駅止まりですが、5月後半から伊東駅まで行くみたいです。ここのドアは房総半島時代と変わってませんが、違和感も感じますね。貫通扉も綺麗になってます。伊豆急すごいですね。これクア3052と書かれてるんですが、よく見るとステッカーで209系のクハに貼り付けています。窓がびっくりするぐらい綺麗。千葉では車内は見れないのに違和感を感じますね。アロハ電車について乗っていますね。気づいたんですが、つり革の数が減ってるんですよね。伊豆急行線はあまり混雑しないんでしょうか。座席の色はそのままですね。優先席の色は変わってると期待したんですが、ファンタグラフも綺麗になってます。綺麗にしたというより交換したんですかね。伊東方面は青の帯になっています。スカートまで塗装されてますね。今回の運用に充当されたのは Y2 編成です。伊豆急下田方面は赤帯になってます。そろそろ発車するので、車内に入って終点の伊豆急下田駅まで乗っていきます。
ってるからいいけど、ね、すごいやな。これで殺人事件って全然かかってない。殺人の違うからいじれてる。本当に桃太郎さんが2人と多いね。としてて元層にしなきゃ。次はおにぎしになってるからあっちじゃねえけどさ、クリスの席なかったから伊豆急下田駅に到着。本日の動画は以上となります。伊豆高原までの道のりの動画も公開予定です。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回会いましょう。じゃない気がする。一応カレン見るもんだな。C610 には悪いか。浅い、この電車は動画ね。出たこの動画、見たいけど、時間がなかったからやっと見れたよ。に、みんなは嘘ついちゃダメだからね。最悪俺みたいになるよ。それで。